さて、今回のグローイングライフは明神選手に、来ていただきました。お願いします。お願いします。今年からガンバ大阪に、新加入選手という形で入ってきて、今もう早速副キャプテンというね、このポジションを西野監督からやれというふうに言われたのか、やりたいと言ったのか、ちょっとそのあたり僕は分かんないですけど、まずはこれどういった流れから。いや、監督に副キャプテンやってくれって言われたんで、最初はちょっとこう来たばっかりなんで、いや僕でいいんすかみたいな感じで聞いたら、いや別にそんな大してやることはないから、今もあんま大したことやってないですけど、それならいいですみたいな。そんなお願い大したことやることないからって。そうですね、でもやっぱりちょっとびっくりしたでしょ、まだ顔と名前が一致しないもちろん選手だったりっていうのがたくさんいるチームに来て、一緒に練習もしてない状況で監督に言われたんで、まずはやっぱりチームのみんなに認めてもらってからっていうのをすごい考えてたんで、最初はちょっと戸惑いましたけどね。プロフィールを見てると出身地に兵庫って書いてあって、ちょっと勉強不足で、生まれもともと関西なんだっていう。そうなんです、生まれが神戸市なんですよ。10歳まで神戸で育ちました。なんかある印象にこの関西の街とか。いやー、僕が住んでたとこはかなり田舎だったんで、あんまり覚えてない。そんな都会ってイメージも神戸だけどなかったし、あんまり覚えてないっていうのは。じゃあやっぱりもう向こう千葉行ってからの記憶の方がはっきりしてる。そうですね、向こうの方がやっぱり長く生活してたんで、向こうの方がよく覚えてますね。関西戻ってきたっていう感じもあんまりないで。あんまり戻ってきたって感覚これ多分ね全部使いますから拭いておきましょう。まあこの辺で、大丈夫か。大丈夫です、大丈夫ですよ。もうどうしようもないですから食べます。関西のじゃあその空気はまた違うでしょ、そのチーム内の空気。チーム内はどうなの、比較してみると。ああやっぱりなんか大阪なのかなとか。でも頑張って面白いですね、やっぱみんなの会話が違う。違いますね、こうなんかテレビで笑いを見てるような感覚で、みんなの会話をこうぼーっと聞いちゃうような感じです。その中でも誰が一番こうなんかその明神選手のスイッチを入れてくれるような。でも聞いててもらうのはやっぱバンでしょ今日実はそっちにいるんですよね。バンでしょ気にせずにというか。バンド選手とは今年から一緒にチームで。そうですね、それでっていうのは、代表で 1,2 回一緒に会って、それから試合とかで会えば話す程度だったんですけど、今年からチーム一緒になって、やっぱりお互い、ご飯に行ったりとかすることは多いですけど、バンド選手が一番多いですか、機会としては。多いですね、やっぱりそういう以前にそうやって会ってるっていうのがやっぱり何か。そうですね、以前に会ってるし、今年やっぱり一緒に入ったっていうのもありますし、その中でいろいろとこう情報交換しながら、お互い励まし合いながら頑張ってます。じゃあやっぱりこう例えばついこの間の大宮戦なんかだと、やってバンド選手が活躍してくれるとちょっともう嬉しいですよ、やっぱり。特に1点目なんていうのは、じゃあそういう意味ではある種のこう。そうですね本当は僕決めたかったんですけど、パッて見たら枠外れてたんで、したらちょうどいいところにやっぱりいたんで、バンド選手が決めてくれて、決めてくれてよかったです。どうですか、そろそろこのゴールの欲というか。いつも持ってるんですけどね、
ちょっとまだ取れてないんで、まあ早く1点は取りたいなと思ってますけど、僕もスタジアムでそろそろその明神っていうコールをね、そうですね、したいなと思うんですけど、じゃあ近々、そうですね、近々試合を決めるような近々失礼します爆発したいと思います。失礼します。カイト前世のヒーローバンズ選手でした実際このガンバに入ってきてよく言うのがね、みんな本当足元が上手いだとかっていう、うん、そういう技術的なところを改めてこうガンバに入ってくることで感じるっていうふうに言ってますけど、ミュージ選手いかがですかね、そのガンバに入っての最初の印象っていうか。やっぱり上手いと思いましたね。基本的にこうボールを止めるだとか、自分が狙ったところに蹴るとか、そういうテクニックっていうのは非常に高いと思います。その中でこう刺激を受ける部分だったりとかってあります？やっぱり練習とかやっててもみんなうまいんで、こうそういう中でやってればこう自分もレベルアップしていくなとは実感してますけどね。今ね、あの日本国中がこの代表に次誰が選ばれるんだっていう、ね、はい、ところですごく盛り上がってる部分があると思うんですよね、はい、監督も変わって、はい、でもちろん明神選手もこれまでに代表の経験があるし、はい、ずっと狙ってると思うんですよね、はい、気持ちの中では、はい、どうなんでしょう。いや、それはやっぱりもう狙ってるし、いつ呼ばれてもいいように、準備というかチームでいい活躍することが一番だと思ってるんで、まあもう心の準備はいつでもできてますけどね。じゃあ、 あのここ数年このトルシエ監督時代が終わって、はい、ジーゴ監督になって、で最初の頃っていうのは声がかかったりして、はい、でそこからちょっと声がかからなくなってきたっていうところで、はい、クソっていうなんか気持ちっていうのはどうだったんですか？そうですね、クソっていう気持ちもあったし、やっぱりああいう高いところで、できる羨ましさっていうのもあったし、そういう気持ちをずっと持ってましたけどね。じゃあ今回のこのワールドカップっていうのはご覧になってました？ああ、見てました見てました。どういう印象？いや、あんまりこう、一ファンとして見てないような感じですね。じゃあその一ファンとしたとして見たこの、じゃあこのワールドカップの総括としてはやっぱり勝つべくして勝ったっていう感じですか、イタリアが？そうですね、イタリアはやっぱり強かったと思いますね。ガッツーゾっていう選手が、はい、すごく僕なんかはイタリアでやっぱり聞いてるなと思いましたけど。そうですね、やっぱりすごいと思いますね、どうですか、ああいうスタイル好きですね好きですね。ガンバにはね、ああいうタイプの選手っていうのはきっといないと思うんですよ、ね、はい、気持ちも出してこう、はい、プレーするっていう。明神選手はどうなんでしょうね、タイプ的には、あそこまで表には出ないでしょうけれども、どっちかっていうと、ああいうタイプだと思いますけどね、こうボールダッシュを、はあ、あとはキャラクターの問題という感じ、性格の問題でしょうあそこまではなれないですね。まあね、監督にビンタする選手ですからねこうやってましたからねでもやっぱりこう優勝を決めるような試合で、はい、ぜひ明神選手には、西野監督との付き合いも長いですから、はい、ぜひちょっと一度そういう選手が出てきたというのをね、はい、見せてもらってもいいかなと思いますけど。公約はできないですからね興奮してればするかもしれないですからね、でも他の選手同様にガンバ大阪で1年目かもしれないですけど、西野監督とのこの関係っていうのは、はい、他の選手同様にそれなりに長い期間気づいてると思うので、はい、監督の考えてることっていうの結構わかると思うんですけど、そうですね、なんとなくですけど入江選手なんかは、はい、結構監督はちょっと柏にいた頃と変わったっていうふうに言ってましたけど、なんか変わったって感じます？どうですかね、少し丸くなったって言ったら変ですけど、そういう印象はありますね、前は一言も口聞いてくれなかったみたいな、厳しかったって言えば厳しかったし、
まあ、今でもすごいそういうところでは厳しいですけど、そんなにこう選手とよく喋るような感じではなかったような。あります、なんか印象に残ってる、ガンバに来てから西野監督にかけてもらった言葉とかで。どうですかね。まあとにかくお前自分のこう特徴を出せみたいな、そういう感じでしかあんまり言われないんで、まあそういうのはすごい助かりますけどね。じゃあ、最後に、はい、万博に来てくれているガンバ大阪のサポーターの皆さんにぜひメッセージをいただきたいなと思います、はい、いつも応援ありがとうございます、とにかく、今年優勝するために全力で頑張ります、応援よろしくお願いします。今回のグローイングライフ明治選手に来ていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。